か、ナチュラルコーヒー出してます。あの LCL って、ね、小さいあのパレットに積んでバッと出てくる。これはすごいよ。これはこれでも ユニカシペじゃないですか。あ、そう、お茶いい。あ、全然。
license to hire. But so it's お越しいただきました。代引きプラスいただきます。誕生日の日を代引き費用年度に含めて
こんな感じの坂上市もなかなか落ちないぐらいの泡でして、この軽い泡だとここのカップの中にある泡の層よりも軽いので乗っかっていくという話です。で、作り方もすごいシンプルで、片方のスプーンで作った泡をもう片方に乗せていくだけです。一定の仕上がりの泡に止まります。ビルガーが出るの結構難しいんですけど、失敗なく出ますので、で、本体はね、12000円で街中で販売してる商品なんですけど、実は完全予定だった商品なんですけども、今はカフェとかでたくさん買っていただいて、使っていただいて、あ、そうですか。この部分がね、完全にポップなんで、水にジャバーとつけて洗うので、手入れが便利。今こんな感じです。ただまあ何かよく全然わからへんの。そこからあとは絵を描きまくって、ライオンにしていきます。あと、牛乳と蜂蜜みたいなジャムでしょ、あとね。ミルクメニューの商品で言いますと、泡の上にキャラメルソースで甘いんですよってよくあるんですけど、この商品、泡自体が多くて、非常に美味しいです。それはないですね、はい、大丈夫です。今までぬるいとか言われたことです。大体あれ作るのに、ね、3分ぐらいです。あれお店でこういった感じで 3D ラテアートが提供されてるんですけど、大事ですね。これ硬いやつ。
から、そういう外すことは簡単ですので、例えば、まあ、軽く、まあ、あのエアなりで拭いたり、あの水拭きじゃないですけど、軽く拭いていただければなと思います。これは僕らのフルラインナップです。
もう日本全国の全部決めてるんですよ。まあ、その時聞いて、誰がその味を決めるの、はい、決めるの、リサーチ。そうです。あ、僕らで。そうなんだね。お好きなお茶を楽しんで、最後に玄米茶を選んでるんで、やっぱこう、1戦目からだと、2戦目は増やしてしまう。どうぞどうぞ。美味しくなりさんを募集してるんで。で、あの、この秋に銀座にオープンするので、あの姉妹店というか、
そうですね、はい、すぐにってわけじゃないんで、はい、大丈夫。
話してるんです。ここにあの、あれしてるし、別にさ、もう、直接連絡いただけたら、こういった使い方ありますよっていうのを、都度、第5点あったけど。
ワイシャツとか黄ばんちゃって一回クリーニング行かないと一年も着ないと。Thank you.
ないっすね。それエアプレスピーター言うと発見するのは